はい、FM 流進堂 DJ の流進です。なんかね、前回の放送いろいろ叫んでしまったのであ結構ね、耳障りな音質だったかもしれないし、また口のね、この音とかが入っちゃってたかもしれません。その時はちょっとごめんなさいね。本当にまあ嬉しいっていう気持ちもシェアして、その嬉しいっていう気持ちが人に伝わったらそれだけで嬉しいじゃないですか、人間。なんかちょっと そういう放送も聞いてというか入れて、いいニュースなんかも入れて、ネット社会健全にしていきましょうやって話ですよネットもね、いろんな情報を見てるとね、嫌な気分になるような情報も多いのでね、まあ本当にいい情報とかいい感情をシェアしたいですよ、人間だから。で、今回ちょっとお話ししたいのが、人生の方向性みたいな話なんですけれども、今日ねちょっとボランティア仲間の友人とお友達とお話ししてて、結構ねそれが面白い話になったので、その話したいと思います。こう、まあいろいろなアプローチがあるんですけれども、まず人間って、小学校中学校高校っていく中で、どういった部分で個性が出てくるのかっていうのを考えるんですよ。でその時に学生時代 の個性、学生時代の個性ってなんか偏ってる部分がちょっとあるじゃないですか。っていうのは、人を評価する基準がやっぱりその学校の方によるので、すなわちその勉強が得意か部活が得意か、っていうその評価軸が生まれやすいわけですよ。でもちろんね、人間関係を評価する軸っていうのもあると思うんですよ。この人は素直で嘘はつかないし信頼できる人間だっていう評価軸もあると思うんですよ。友達が多いとか、明るくて冗談を言うとか、そういう評価軸もあると思うんです。でもうちょっとこう大人になってくると、大学だったりその大学卒業するあたりになってくと、もうちょっと趣味的な部分が結構広がってくるじゃないですか。それこそ本当にその何だろうな、鉄道オタクから、インターネットオタクから、旅が好きとかね、サーフィンをするのが好きとか、お酒が飲むのが好きだとか、映画を見るのが好きだとか、まあいろんなこうその人なりのこう趣味みたいなものが生まれてきたり、能力や好みっていうのが細分化されてくると思うんですけれども、でもっともっ と年を取っていくとどうなるかっていうことを考えるんですよ。でそうした時に、そうした時にですね、例えばだんだんとこう酸いも甘いも、人生の中で酸いも甘いも楽しいことも苦しいことも知ってきて、なんとなく人生ってこんなもんかっていうのが分かってきた時に、人間がどうなるかっていう話なんですけども、年を取ってくると、いろいろなものが、余計なものがそぎ落とされていって、なんていうのかな、本来持っている自分の性格とか個性っていうものに立ち返っていくのかなって思うんですよ。要するに、より自分らしくなるっていうのかな、よりもともと自分が持っていた性質の自分らしくなる、っていうふうに、思うんです。で、その時に余計なものがそぎ落とされてっていう部分がポイントで、人間の成長の段階の中で、
いい成長してきた人っていうのは良い部分の骨組みは残しながら悪い部分をの余計な部分を削ぎ落としていくと思うんですよ。要はちゃんと自分で自分を形成することができるっていうことだと思うんですけども、それに対してそういうことをしてくることができなかった人っていうのは、要はいい部分と悪い部分の見境がないまま、縦割りでこうそのままぐさってこう、削ぎ落とされていってしまう。でなんかこういう年の取り方するとどうなるかっていうと、愚痴っぽくなるとか、人に意地悪をするとか、ケチ臭くなるとか、嫌味なことを言うとか、物事を悪い風にばっかり捉える、ネガティブ、っていうような性質を持つようになると思う、なるんだと思うんです。でこれはね、僕全ての人がね、その生まれた時の性格を死ぬまで続けるとは思えないんですよ。で僕は繰り返しこの FM 流進堂で教養とは何かみたいな話をさせてもらってると思うんですけれども、そのいい教養っていうものをきちんと学ぶことができて、筋トレするかのように、またスポーツで鍛え得るかのように、その心精神、考え方感じ方っていうものをきちんとその血肉にした場合、できた場合は、その状態で大人になることができるんじゃないかな、もうちょっと言うと、その状態で大人になり、さらには、いい年の取り方をすることができるんじゃないかなというふうに、今思っているところです。はい。でそういう意味で今僕がちょっとこう注意していることは、やっぱりその年を取っていくと忘れていってしまうもの、10代の頃の繊細さや、心の痛みだったり、こういうことは言われたくないっていうようなことってあるじゃないですか。でそういうことを言わないようにするとか、そういうことを今ちょっと考えたり、日々、気をつけなきゃなということで考えてます。まあ今日はそんな話です。はい、ありがとうございました。